佐田隆史虚は戦国時代の武将、大内氏の家臣、武前国宇佐軍佐田城主。沙田氏は宇都宮氏の流れを組む。天文20年の大明寺の変で、大内義隆が殺害されると、工事2年に大友総林が宇佐軍に侵攻してきたのをきっかけに、大友氏に従う。永禄2年8月22日、隆史虚と田原下尋と、 田原近方ら大友勢武前方面軍は、毛利元成の調略に応じ拒兵した、武前黒人、西郷隆や野中守る県らの不動武敵、西郷城を攻略した。9月16日、大友総理院は、近平、近方、高橋巨らに命じて、文字城を攻撃させる。これに対し、元成は、着南の毛利隆元、三南の小早川隆景らを文字城へ、 小ずめに向かわせた。高影は、小玉なり方に、会場封鎖を命じる一方、文字と小倉の間に、のみ宗勝の軍勢を上陸させて、大友勢を攻撃し、さらに水軍を展開して、大友軍の退路を立つなどしたため、大友方は、退却を余儀なくされた。26日、軍勢を整えた、近広、近方、高潮ら、大友軍は、文字城を攻めて、 高志巨が、本丸一番乗りを果たし、田原近方から感情を受けた。また、毛利法の門、塚崎忠氏、旗の京、茂や旗の兵庫、菅泰造進村を打ち取った。天正十一年正月に、安ジム林制が反乱を起こした際は、本領安度を条件として、これを基準させた。大友氏の没落以降は、佐田氏は、福岡藩を開いた黒田氏、 その後熊本の細川市に仕えたとされる。ありがとうございます。